で、そのあとヨクロって汗かいていいですか、色紙を書いて。そうですね、書いてて、まず正直はあの歌それをあれ飾ろうと思って嬉しいな。でしたらその晩に桑原君と大垣さんが衛星庫に走ってここにその障子を持ってきて晩の1時間2時間3時間しゃべってくれて張り替えてアーサーには持っていってくれたんです。では翌朝あそこの菊屋さんですよ、菊屋さんに手土産を持って障子はさ届いてますかと。でもその修理した障子代も何も払ったんですよ、ね、あれちょうど修学旅行生が泊まってて、で朝早く起こして最初の体験がそれです。障子剥がしてよか体験やったわ。だからもそう障子の張り替えだ、いらないじゃん。あでもあれはもったいなかったね、障子。ああ、そういうの時言ったんです。障子はもういやここにあったんですよ。この方はですね。で、すごいいい絵だったんですよ。人に見せる。カツオ船止め飯を今食べられる。やらしいのが入ってた。大徳じゃなくて菊屋さん。菊屋さんのね障子にね筆で落書きをしたし。余計なのは菊屋さん。余計なのは。やっぱり余計なことをするわけなんか言われてるのは俺か。あれがなかったら十分飾れるようないい絵だった。面白い勢いがありましたね。そう勢いがあった。勢いがあったね。勢いあの四角のこういうのには収まらないの。収まってもらいたいんだけど、こういうのには収まらないね、うん、そっちは奥さんに任せちゃう。私の方がおさんたちが叱られました。年いくつ。ひろさん日本語ですよ。ちょっとむっちゃう。もうじっとむっちゃう。まあ、飲みに行ってそんなその店の障子に、うん、その56になった人が書くって、うん、いや56になったから書くのよって書くってあれでも書くって書いたもん。書くいくつじゃない。あれだから後からあ写真撮っとけばよかったねって言って、ああ写真をね、あれいいですよ、ね、あ僕は写真撮ってありますよ。本当ですか。うん、ただ出すとやっぱり社会的あれがあるんで。出したのあの桑原先生が出さなかった時、桑原さん地場センターの次長岸田さんついに狂乱数とかさブログでもさやったらやっぱりね。50とムッチだから。本当にすいません。いやみんなまたやってくれって言ってるんですよ。あのさ、すいません。いや、この方楽しかったですね。本当、うん、でも普通考えられないですよね。まあいいやもう。やってしまったもん。今日は収穫の傘を受け入れてるから。聞いたか。考えられないとか言ってるよ。何も全然心にもないこと言ってるからね。これね。枕崎県すげえと思いました。平気であのぐらい。あのど根性神社見てくれました。ど根性神社を貼り付けたの。あのど根性神社まだまだいいと思ってんだね。まだ正しいわ。でもこのコードリールを立つ持ってないと。はいはい、まあ、それですよね、見た。写真も撮ってます。さすがですね。それをご覧にやらください。運転しながらなんだよ。まああっこは止めにくいだよな。もうなんか一番絵になるんで、もうずっとアップですよ。あさん。時々口と時々口と肌を間違う。56過ぎたから。マムダイさん。おしゃまんべ。あ。
の看板のピアノ。お魚センターとジバセンターの間に。ちょっと見えないよね。聞いたいわ。信号待ちの時に。あ、そっかそっか。意外とこれが目につくんだ、逆にですね。アコーの日。アコーの日。頑張れ。受験生が来て、アコーか。また浪人じゃん。根っこが来てるんですよ、それとも幹が来てるんですよ、根っこは、根っこはあったから、うん、はいはいはい、下からどん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 伸びていってね、できたんだよなんて言ってね、うんっつってんだよ、お前バカだねっつってんだよ、根ってな、上から来るんだよ、バカ野郎って案外分かんないもん、羽が下からね、なんか上に伸びてくれちゃう、上に行くのは目だろ、お前もう外しました妙に緊張してるからいやいや、ここはあなた、はいどうぞ、一言どうぞ、いや西山さんに煽る、煽るじゃねえ、送ること、うん、煽る、西山さんにね、プレゼントしますから、西山さんに送ることは、送ることはね、ジャスラッチャスそれだけですか、本社でいい椅子狙ってんのなめてめえ枕だけ来た支局長はみんな枕だけを振り返ってみんな修正してる、修正してる、間違いない、間違いない修正してる、木枠さんなんかも木枠さんは特殊修正するごますって終わろうと思ってもっと辛辣な人この野郎好き勝手のことばっかり書きやがってヒヤヒヤしたかったよ、俺は企画調整家の心をもうちょっと考えろって俺が言っちゃっても何にもならないんで大名指令ありがとうございます、全部認めちゃった言ってないと、はい、では元気に、じゃあ、はい、原川ちゃんの一言、西脇さんに会おう、煽るって待ってるんです西脇さん、お疲れ様です、はい、在任中に僕は取材しなかったことを公開するか。What you say, guy? ああ、なるほど。次は運動部と聞いてますので。はい、お運動部。はい。うん。はい。はい。なんか運動します。来年のドラフト。じゃあ、近森さん、西脇さんに、はい、西脇さん3年間お疲れ様でした、いろいろと枕崎のことを取り上げてもらって、私のことも少し載せてもらったりしてありがとうございます、今日初めて知ったんですけども、西脇さんは早稲田のラグビー部ということで、はい、まあ、僕もそのラグビー部で球やってたんじゃないあの体が、うん、そのね、ラグビー全盛の頃の大学ラグビーっていうことで結構根性も座ってるんだなっていうのを改めて知って、まあ今度スポーツ畑だから、まあ、ますます自分の能力を発揮してください、なるほど、はい、まだ新しい記事を楽しみにしてます、ラグビーサイズもちっちょったりしてました、あの高校3年間と大学1年までラグビーをしてて、では話の流れでアンさん、アンさん、はい、アンさんです、西脇さん、お疲れ様でした、どうも、西脇さんが、枕だけに、来てこられた時に、カツオ祭りの案内やいないよ、こんなレンズに向かってちゃんと喋る人は来ましためったにいない、そしたら支局訪問、支局来訪、あそこに載せてくれませんでした、あれがやっぱり私は東京で2年2回3回も行ったかな、行ったけど支局訪問に載せてくれなかったのが、私は残念でしたそれとでも私ですが、あれをカレーのあれですよ、カレーのインドカレーのあれで黒城会に乗せていただきまして本当にありがとうございました、キャンボーです、本当にあれはうちの家宝として残しておりますので、またどんどこぞやでお会いしましたら企画に出たやつをお見せいたします、これ運動部ということでぜひ私は子供の育成で空手をやってます、
こう見えても空手三段なんです。三段な目に遭いながら三段を取っておりますので、ぜひ教育委員会では柔道と剣道が教育の必修課程になっていますけども、ぜひ空手も宣伝してください。よろしくお願いします。いい顔。はい、いい顔。はい、西脇さんに送る言葉。西脇さん、これリアルな話ですか。あ、リアルな話ですか。どんな話ですか。これ、こちら来たら振りになるんですよ。西脇さんが見ないことを望むんですけど、まあ、覚悟承知の上で、うん、兄ちゃんが大きくなったら嫁に来るんですよ。わいくつ違うね。リンちゃん何歳？多分9歳ぐらいなんで。あなたといくつ違う？17、8違います。17、8全然。加藤ちゃん大丈夫。加藤ちゃん一歩ぐらいですか？大丈夫大丈夫。いいですかね。それだけか。いつか取材に来てほしいです。おあ、よかったですか。ありがとう。いいですか。はい、うん。それですかね。それはそれ、その2つ言えたら僕は。よかった。ありがとうございます。おう、ばあさん。ばあさん。西脇さんに送る言葉。西脇さんに送る言葉は、できるだけカツオをたくさん食べて元気でいてください。そのうちまた本社に行って、チャンサレと二人で本社に行って、やってきますから、また新聞祭りの時にはまた伺いますので。なるほど。その時は弁当じゃなくて、西脇さんちょっと横のあそこでおごってね。三なんだっけ、サンシャインホテルじゃなくてなんだっけ、サンルート、あの屋上の、1階のバイキングでもいいし、屋上のカレーでもいいですよ。具体的だね。高齢者らしい言葉でしたね。原田さん、西脇さんに送る言葉。西脇さん、枕崎の記事を大きくして。大きくして。今日の春の一日ちっちゃかった。まあ、ありがとうございました。また枕崎の記事をお願いします。よ。慎太郎くん、慎太郎くん、ちょっとこっち来てくれ。健康西脇さんに送る言葉を。はい、西脇さん、お宅のご栄転おめでとうございます。最初からもう枕崎にですね、着任していただいてから、まあ、子供も、同級生ということで、だったね、写真付き合いでさせていただきました。今後もですね、本当枕崎、僕たちも市民枕崎大好きなので、とにかく西脇さんもその魂を受け継いで、どこに行っても、なんかあったら枕崎という言葉をかけてくださるだけでも嬉しいです。もうぜひ枕崎、今後も愛してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。おじさん、今忙しかったな。あ、例えばあなたプロダンスメーター、あなたは高校生だったら、それじゃなくても、じゃあ、ほら、西脇さんに送る言葉を。送る言葉、いや、本当な、この会話始めた僕ですから、最初、過去の会話最初、うちでやったのよ。名前が、名字さんが、はい、この会のお気に入りになったんですね。
最初は、うんうん、しかし、まあ、いい人だから今回、さん、うん、今日、無視罪、うん、これから本社に行っちゃおうスポーツの方でやっちゃおう、まあ、ちょっとまた、うまくなきます黒がよ本当はどうちゃんと、心が枕木に置いてあるわけだから、あ、置いてある置き忘れちゃったな、うん、それを言わないこと持って帰らないように、じゃあ今後のご精進を、まあね、うん、多分いいとこまで来る、ああ、うん、社長まで無理か、社長は無理です激励の言葉をいただきました、まあ、頑張っていただいて、はい、ます西青木、青木になり変わりました、あ、西でした今日所長乾杯です。所長乾杯です。お話し中すみません、西青木さんに送る言葉を一言ずつ、一言中か二言見事、うん、有名にしてくれたのは西青木さんです、ありがとうございます、長野を売り出してくれたのは西青木さんです、運動部でもご活躍を期待しております、ブエンガツオのね、ブエンガツオつったらもう長野ですと、よろしくお願いします、はい、じゃあチェストチェスト、じゃあ次は加工不明の、はい、どうも今までお疲れ様でした、名前行くや、加工不明の中川です、はい、枕崎かつお節をもういっぱいいっぱい広めていただきどうもありがとうございます、おかげさまで枕崎かつお節としていろいろこう、いろんなところで PR もできるようになってきて、うん、枕崎かつお節が周りに周知されるようになりました、まだこれから頑張っていきます、ま、あの西青木さんもかつお節をどんどん食べて、もっともっと枕崎を大好きになってください、どうも今までご苦労様でした、どうもありがとうございます、ありがとうございます、枕崎かつお節は結構乗ったよね、だから西青木さんが来た時に、うん、商標が通りました、ああで商標が通って商標を2つ取ったんですよ、枕崎と本場の本物と、いや枕崎かつお節と、うん、枕崎かつお節のマーク、あ、マークと、マークー、それと本場の本物、本場の、だから3つブランド取った、なるほど、ちょうどそういう時に西脇さんがなって、でグッズもたくさん作って、うんうんうん、その度に掲載してもらった、その度にこう出していただいて、表に出していただいて、大変ありがたい、ありがたい、今後ともね、ですね、こう今度林さんちゅう人が来るけども、林さんをいじめないでくださいチャンさんがいじめるんじゃないかっちみんな心配してる、あ、そう、よっしゃ分かった、いじめる、え今日はなあね、そうそう、ちょっとおざいしそうだから、ああいじるのが大好きなのキャラがね。あ、そうなの。ちゃんのおもちゃじゃないかで、ね、今日見出しまい。そう。カトンライスターで。楽しみだな。皆さんが絶対いじる、ね。なんで今日顔出してないの？それが気に食わねえな。今日はやめとけそう。今日はやめとけ。やるんで。まだ引き継ぎが終わる前に枕だけも嫌いになるかもしれないけど、待たせとった、あえた枕だけ一曲なる、一曲がなくなることは大変なことやってよ、ほら言われちゃってるよ、俺もしゅうちゃん、西脇さんに一言を送る言葉をいただきたい、送る言葉、青木さん、あ、青木さんじゃなかった、西青木さん、そうそう、ウエストブルーウッド、もう3年間お疲れ様でした、あ、ワクワク様でした、ワクワク様3年間ね、いろいろと記事にしていただいて感謝しました、西青木さんと出会いが、あの瞬間、ああ、またあの瞬間に戻りたいと思います、ああ、ぜひまた枕崎に帰ってきてください、待ってます、帰ってこないと思うよ帰ってこないと思うよ、いやいやいや、僕が引っ張ってきますんで次来るのは林さんですよ、あと20年後ぐらいに待ってますんで、おー
プロジェクトを認めていただく。翔ちゃん、ちょっとごめん。財政課の籠原翔ちゃん、こんばんは。西青木さんを送る言葉を。西青木さん、いろいろ本当に枕木のことを伝えていただきまして、3年間ですね、非常に明るい話題を届けていただいた方かなと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。今後ともですね、枕木で受け付けていただいた件をですね、今後ともまた絶やすことなく、末永くお付き合いいただけますようよろしくお願いします。この方はね、今の桑原君のね仕事をねやっていて、ちょうど変わり際に西役さんがいらっしゃったっていうのは、親密な交流っていうのはなかったんですけども、やはり桑原君が籠原君のポリシーを継いでるところがありますんで、やっぱりね、毎回広報誌を読みながらいろいろ思われたと思います。どんな感じを持ちましたか、広報誌、まあ、話は広報誌になるけども、広報誌はもうだって今はもうね、桑原君の色になってるわけですから、非常にいろんな人が出てきて、今の広報誌ってほんといろんなね、楽しい広報誌になってる、写真の色もだいぶ上がってきて、またこれからもですね、一人でも多くの人に紹介になっていれば楽しみだと思います。いただきたいなというふうに思います。どうも、西脇さんを送る言葉をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。西脇さんに一言。これからもお仕事頑張っていっぱい稼いでください。いや、誰奥さんです。はい、また遊びに来てください。誰頑張ってください。みやどんです。自然家の、はい、この人の炊き込みご飯美味しかった。さっき食べました。美味しかった。よかったです。奥さんです、ね、お部屋は片付けてください。たまには記事を褒めてやってください。はい、いっぱい褒めます。はい、この子はだ、この子、この子はバカ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 。西脇さんに一言。遊びに行きます。今の桑原君の奥さんです。お世話になりました。ね、一番身近だったからね。はい、西脇さんに一言。いつかまたお会いできるよ。いつかまた何？いつかまた好き？え、そんな関係だったの？食べる。ありがとうございます。世の中狭いですから。いつ何時どこで？で、誰？はい、岩下俊一の奥さんです。はい、元気です。80です。なんか言う、このおじちゃんに一言。リンちゃんもうね、行っちゃうんだって鹿児島に。リンちゃんで同級生。リンちゃん。喋りしていて。同級生。リンちゃん、リンちゃんにバイバイとかなんか言って。一緒に遊ぶ。またいつか遊ぶ。はい、ありがとう。前に入る。遊んでる様子がもう。戦争ですもんね。西脇さん、一言、お別れ言葉。お別れっていうか。
うん、西垣さんに。西垣さん、いろいろありがとうございました。この2年間で新聞読んだら7回記事にしていただいてました。おお、数えてるわ。仕事もよろしくお願いいたします。うん、それをお願いするのは林さんの方でしょ。今度から林さん、うんうん、ちゃんとあの西垣さんから一言言いたい、こうちょっと恨みとかあるだろうな。恨みですか、うん、もうちょっとでかく出せてくれればと。いや、もう相当でかく出してもらいます、ね、ああ、ひたすら感謝、ひたすら感謝です。文章がもう下手だとかさ、なんかある文章も、あの僕西垣さんにはいつも西垣さんで適当に書いといてって言って、いつも西垣さんに適当に書いてもらってたので、ああ、そんな適当な記事だったんだ。思った以上によく書いてる。朝日新聞はそうはいかなかった。やっぱもう取材の連続、ああやかましいぐらい、ああそれをこれ流れるんですね。当たり前だろ、ほら PPP 新聞にしてたから。ああだけど朝日新聞、朝日ってほら旭日旗の旭っていう字だからね。地方紙です。はい、では、はい、はい、西垣さん、閉店おめでとうございます。1ヶ月の旅行だということなので、ぜひ5月には戻ってきてくれると思います。ありがとうございました。いい記事をいっぱい書いていただきました。ありがとうございます。これからもあの個人的なですね、もう個人的にあのいつでも遊びに来てください。もういつでもピザを焼けますので。そういうふうに言っていただいて、多分西垣さんが来るときにはチャンサイさんも待ってるので、バッチリと。あなたはもう引退してますんで、世界のチャンサイさんですから。おいおい、ありがとうございます。最後に俺が、西垣さん、カゴまで一緒に飲む楽しみができました。枕だけは次の林さんをちょっちまた洗脳しましてですね、必要以上にヨガコツ書いてもらおうち企んでおりますので、はい、でも西垣さんが書く枕だけを若干こう冷静にね判断しながら励ますような、激というかね、気変に激しいのね、を次の林さんにもぜひ書いてもらいたいと思いますね。彼も言ってました、彼も言ってなくて西垣さん言ってましたね、うちの人から、よかしてやったと思われるような新聞記者ってのはあんまり良くないんだ、ね、しかし私はこの間も申し上げましたように、厳しいこともね、どんどんね林さんにもね書いてもらおうと思ってます、それが町のためになると思います。今後ともこんな友達としてよろしくお願い申し上げます。西垣さん、チュッ。